クリスです。えっとね、今の何だったんだ。<laughs> あのね、すっごいことがあったんですよ。多分俺、人生初めて助けを、愛の助けを求めることができたの。で、今の自分のままですっ ゲイ認めらられてもらったのでこれがきっかけで相手に助けを求めるっていう勇気強さがついたなって最近感じているんですよ僕はね助けを求めちゃダメだよっていう感じで多分育ってきたと思うの僕は男だし ね、でアメリカでも育ったしね本物の男は助けなんて求めねえ」「男は泣いちゃダメだ」「感情は見せちゃダメだ」っていうのがやっぱり心の中に一部すっごい深いところに入ってたと思うんだよね。でその手を出して「助けて助けて」ってすっげえもう言ったことなかったと思うんだよ実はこの間まで。それができて もうすっ,ごいなんか、ね、すっごい重いものを捨てることができて軽くなって運も変わってだからすごい人生がトランスフォームになってすごいよくなったっていうことをちょっとねあのお知らせしたかったんですよ。これすごい実際にね「OKOK 助けて」て、ね、て「助けて」て実は本当は、ね、助けてくださいなんか困ったことがあったら助けてくださいって言った方がいいんだけど実際にやるのってすごい怖いんだよ。 だって助けてくださいって言って「嫌だ」って言われたら最悪じゃんごめんなさい俺今さ自分のことを認められるっていう自分を愛するっていう勇気もなくてエネルギーもなくてもうどん底なんだよちょっと手伝ってくれないって言ったら「何言ってんだよお前クソみたいなやつだな」って思われるっていう恐怖があるからなかなか「助けてくれ」って言えないと思うんだよね。ここですごいい面白い話があるの これネイビーシールズの話なんだけど僕はこういう自己開発系の業界でもう本当に16歳の時からやっててもう20年今年で 20, 20年かすげえな目になるんだけどいつもなんかねこういうコーチたちってなんかネイビーシールズの悪口をよく聞くんだよ軍隊の人たちの悪口。 いや軍隊の特にネイビーシールズとか特殊部隊はマッチョなやつが多いんだよねってマッチョで自分自分とか言って全然チームのことを考えないでみんなのことを考えないそういう人が多いんだよみたいなのをもうずっと何年も聞いてたからあそうなんだって思ってたわけよ僕も実際にネイビーシールズと一緒にあの野外でねあのトレーニングしたことあるんですよ。 ネイビーシールズの人たち僕が見た人たちはもう筋肉もりもりで一言も言わないんだよねだから怖くもないし優しいニコニコもしてないもう本当に何にも言わない人たちでなんか不思議な人たちなんだよねで僕ネイビーシールズ45人は会ったことがある,とあるんだけどまあねで優しいネイビーシールズもいるんだけど今僕あの実はねネイビーシールズを20年やってて引退した人から。 あのアンビーボー・マインっていうコースを受けているんですよすっごいもう最高の先生なんだよねでなんか彼ネイビー・シールズなんだけどお坊さんみたいなすっげえハートが広くて優しい人なんだよで彼から聞いたお話があるのでねみんなネイビー・シールズってタフな人たちがいるっていう場所だと思ってるんだけど実はそうじゃないんだよって言われたのどういうういいことかというとか、ね 例えば NFL の人とかもうアメリカのフットボールで大学に入っててもうすっごいチャンピオンとかがネイビーシールズに入ろうとするんだってでバスケで超できる人とかもうアメフトのもうこの大学のナンバーワンみたいなもう超できるやつが入ろうとするんだってネイビーシールズにこうやって自分で超できる人たちが ネビーシールズのテストに入るるととどうなると思うな思ほぼこういうすっげえ男たちは失格するのテスト中テスト受かんないの自分でそのネビー・シールズ辞める時にベルをパーンって鳴,る鳴らすのねみんなの前でトレーニングが辛すぎて私にはできないって私は永遠に辞めますってバーンってベルを鳴るわけよね バーンってみんなの前で,でインストラクターはねこんなやつできねえクソ野郎だ」みたいなことを言うわけなんだけど「ね、お前もそうかお前も諦めたいだろうやめたいだろう今すぐ終わるぜこのトレーニング諦めな諦めな」諦めなってね諦めるってなってコーンってやるわけよね。自分の根性がどのぐらい強いかっていうトレーニングのテストを受からないとまずネイビーシリーズには入られないのね。 でこうやってこれ以上できるやつらいねえじゃんみたいなやつがポロ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 受かんないわけよ。コーンコーンコーンって。えアメフトの超1位なのに全国1位なのに受かんないのって。そうなの。で誰が受かると思う自分が自分だけの力だったら。 合格することができないから仲間に手を出して助けてくれって言える人が合格するの。実はネイビーシリーズのテストはわざとそう作られてるの。本当に俺、俺の力だけだったら無理だって。助けてくれ、俺のスウィメバリーになってくれって。で、相手に 力を求める。俺、俺、俺今冷えてるから体温めてくれないか俺もう死にそうなんだよ。正面かけてくれないかとか。もう本当に、その、オッケーオッケー、ちょっと手伝ってくれないかって。そ、その自分ではできないんだけど、その、助けてくれっていうことを求める強い男が合格できるんだよね。 で、なぜかというと、ネイビーシールズのチームはチームが一人なんだよ。一人でやるもんならないんだよ。一人でやったったらできないんだよ。みんなでやるから、一人ができるやついったら絶対でうまくいかないから、そのみんなでやるっていうことが、そのミッションなんだよね。それは本当に、今僕たちの会社とかでも学べることだと思うんですよ。そのみんなで一緒にやっていこうって。ね、だから、本当に、ね、このネイビーシールズっていう、 世界多分1位のねトップ3には入る特殊部隊だと思うよこの人たちより強いウォーリアー選手たちは今地球上にはいないかもしれないぐらいもうエリート中のエリートなんだよね選手としてで実はその人たちは助けを求めている助けを求めっていう勇気を持っている That's how the vulnerability The だから本当の力本当の強い男っていうのは自分で俺やるぜっていうんじゃなくて相手の助けを求めるその恐ろしいことを乗り越えていっている人たちが実は本当に強い男だっていうこれ男じゃなくてもいいからね女性でもいいからねもちろん、うん、っていう話なんですよ。でこうやってさ話 話で聞くと楽なんだよね「あーオッケーじゃあ助けを求めようぜ」って何かあったら仲間にちょっと「助けるわ」でもいざとなって本当に自分がどん底にいてさえ自分の恋人とか自分の仲間にそれちょっと無理かもっていうのはすごい怖いぜす,すごい勇気がいるうん。 仲間、大切な人にね勇気を持って自分の本当の気持ちを伝えるっていうのはこれ,以上これができる強さはないと思う自分がこんなに弱いんだっていうのを相手に見せるような強さはないよ That is strength. That is true power. That's what I think. Yeah. So, anyways, that's it for the video. If you have any questions, Thank you so much for checking out the video. And always, follow your heart. And I'll see you in the next video.